終了間際、ガンバ中澤ボールが足につかない、すかさず佐々木突っ込む、しかし中澤体ごと掴んで引っ張って無理やり止めた。これはさすがにイエローカード。とはいえアントラーズ最後のチャンス、マルシーニョサイドネット、合わせて27本のシュートも最後まで決めきれなかった両チーム、スコアレスドローに終わった。いやー、ガンバ勝ちたかったでしょうね。勝ちたかったでしょうね。勝ちたい執念が引っ張ったとこだったんですかね。それイエローですか。決定機と見ればレッドになるんですけど、決定機じゃなかったっていう判断でしょうね。